検索サイトを制作するにあたってはお菓子を検索するとき、お菓子の名前を入れたりだとか、あとメーカーを入れて検索するっていうことでは、新しい出会いの、検索お菓子は、新しいお菓子を検索することはできないと考え、新たな出会いができるような感覚的に検索できるものを、カテゴリーやボタンを考えました。このサイトは、このサイトピッター&スイッターというのは、このちょっとネズミみたいな案内役のキャラと鳥みたいなキャラが2匹いて、自称お菓子ソムリエのピッター君とアシスタントのスイッター君、鳥の方というキャラを媒体にサイトを見てもらうという形にしています。検索するという感覚ではなくて、ピッター流のお菓子的、ピッター流の感覚的表現をボタン化したものというのがこの左サイドにあるもので、普通だったらあまり見慣れないようなカテゴリーの分け方をして押したくなるようなボタン制作を目指しました。で、またこのボタンを押すと、例えばママの味というのを押すと、検索ではミルクというのが出てきて、ママの味に関するお菓子が出てきます。これも、ピッターが分類したお菓子を見ていくという形で進んでいきます。例えばお菓子をクリックするとサイトには評価欄やコメントが気軽にできるような部分があり、新しいお菓子に出会えるだけじゃなくて、評価やコメントも参考にしてお菓子をチェックすることができます。またツイッターのボタンを押すことで、ツイッターの ID を持っている方はおすすめとして今のお菓子を、ツイッターの中でつぶやけることで、お友達に広めたりだとか、あと会話の種になったりするコミュニケーションも広がります。もう一つの機能が、この鳥のスイッター君というのが、中心のツイッターを利用した機能として、スイッターというツイッターのボットを作りました。これはキーボード、これはツイッターの ID を持っている人なら誰でもできるんですが、アットお菓子プラス何か単語を入れてあげることでも、今アットお菓子冬というのを入れてツイッターに投稿します。そうするとツイッター君が巡回に来て、冬に関するお菓子をおすすめしてくれるかもしれないし、冬と全然関係ないものが来るかもしれないという機能です。これによって、サイトに行かずとも、お菓子を知ることができるし、逆にサイトへのアクセスを促すことにも可能になります。サイトの方の機能としては、その他にクリックしたものが履歴に残るようになります。あとサイトの中でリアルタイムでその誰か見ている人がいるだったり、利用している人がいるっていうのが見えないことには、やはりサイトの利用者というのは増えないので、ツイッターナウという機能を入れました。これはツイッターの方でおすすめ、今現在おすすめされているものがこちらに表示されるというので、これによって、あ、今このサイトっていうのは動いてるんだなっていうのをサイトの利用者も分かってもらえるかと思います。またお菓子の検索、このボタンを利用するだけではなくて、最新コメントの方からも、例えばこのコメントから言って、へえ、リツピーツサンドチーズっていうのは定番なのかっていうふうにコメントからたどることで、新しいお菓子にも出会えるようになります。